はい、またその時間です。つい200年ほど前、歴史から突如抹消されてしまった巨大な帝国があった。そう聞いたら皆さんはどう思いますか？この動画はタルタリア帝国と呼ばれるその国についてのお話です。タルタリア帝国とはユーラシア大陸を覆うくらい巨大な帝国とされ、13世紀から19世紀初頭まで存在していたという説がある国です。最終的にはヨーロッパの支配者層と全面戦争へ突入したものの、核兵器による攻撃で滅ぼされたということになっています。その後、支配者層たちによって存在そのものが抹消され、結果歴史上から突如名前が消えることとなりました。タルタリア帝国、その領土範囲はというと、現在のロシアのあたりから中央アジア全域、中国、インドなどの一部、ヨーロッパの一部や飛び地で北アメリカの大半と南アメリカの一部まで含まれていたとか。私たちの知る歴史上でタルタリア帝国ほどの領土を持った国はありません。その他の特徴として、フリーエネルギーが普及していた、巨人と共生していた、現代文明を凌駕する科学技術を持っていた、といった説が囁かれております。都市伝説っぽくなってきました。巨人や科学技術については妄想の域を出ませんが、フリーエネルギーについては世界中に今も残っている建物にタルタリア帝国の名残が見られ、フリーエネルギー関連の装置の形が残っているのではと考えられる建築物があるようです。ここ日本では北海道の五稜郭がフリーエネルギーの増幅装置、横浜の赤レンガ倉庫が蓄電池や送電所のようなものと言われております。海外では一番目立つものだと、万里の長城が実はタルタリア帝国が建築したものと言われていたり、玉ねぎ型の頭頂部を持つ建築もタルタリア様式とされていて、この形はワシントンのアメリカ議会議事堂、インドのタージマハルなど世界中の至るところで目にします。最終的に核で滅ぼされたものの、こういった建築のスタイルはなぜか残ったようなのですね。当然フリーエネルギーで電気を大量に、しかも無料に使うことができたため、電気技術の分野では現代の我々をはるかに上回る文明を持っていたとされています。こんな巨大な国があったとしたら、絶対に歴史の教科書に載っているはずなのですが、私たちの受けた教育にはタルタリア帝国のことは触れられていません。19世紀初頭ということは今からだいたい200年ほど前です。記録が残っていないということはありえないのですが、どういうことなのかもう少し見ていきましょう。そもそもどうして19世紀初頭にタルタリア帝国が核兵器で消えたとされるのでしょうか。その理由として挙げられるのが、夏のない都市とマッドフラッドです。タルタリア帝国の領土だとされるロシア、そのロシアのシベリアの針葉樹は現在樹齢200年以下の若い木だけで構成されているそうです。通常杉の樹齢は1000年と言われていますが、それに比べると確かに若いですね。シベリアの植物が全滅した理由は、タルタリア帝国内に核兵器が次々と撃ち込まれ、甚大な被害を受けた結果なのだという考えがあります。実際にシベリアにはまるでたくさんの隕石が降り注いだかのようなクレーターの形をした湖がいくつも残っています。またそのあたりの年代で異常低温が3年間続いたというデータがあります。この時期は夏のない年と名付けられていますが、夏のない年は核の灰が地球を覆い尽くしたせいではないか、核の冬が訪れた証拠なのではないかという考えなのですね。一応の歴史的な事実では、夏のない年付近に発生した火山の噴火が頻発していました。1812年カリブ海セントヴィンセント島のスフリエール山、1812年インドネシアサンギヘ諸島のアウ火山、1813年鹿児島の諏訪之瀬島、1814年フィリピンのルソン島のマヨン山、これに加えて1815年インドネシアのスンバワ島のタンボラ山、これは人類史上最大の噴火と言われています。大噴火により大量の火山灰が大気中に巻き上げられ、その結果大気中の火山灰は太陽光を遮り、世界的な気温の低下が起こりました。原因はさておき、この時期に地球規模で気温低下が起きたのは事実のようです。そしてタルタリア帝国への核兵器攻撃はさらに地殻変動を引き起こしてしまい、それが地震、液状化現象と連鎖して沼の洪水、マッドフラッドという大災害が起きてしまったという、そんな流れのようです。大災害により世界中の人々は死に絶え、都市が泥に埋まってしまったのです。タルタリアの建築は頑丈だったため、洪水や土砂流入にも耐え切り、住民が全て死に絶えた後も1階部分が泥に埋まった状態で存在し続けたとされます。
このマッドフラッドの影響から地下に建物が埋まっている写真が存在したり、現存するタルタリア様式の建物でも玄関まで階段を数段登るような建物があったりして、言われてみれば見たことあるなという形をしております。このタルタリアやマッドフラッドというのが特に海外の都市伝説界隈では一時期ホットなワードだったようで、いろんな憶測が飛んだりしています。皆さんが疑問に思いそうな点についてさらに解説してみます。まず19世紀初頭に核兵器がボンボン使われていたという点。現代の核兵器の歴史は1898年に初めてラジウムが発見されたところから始まります。ライト兄弟が世界で初めて有人飛行を成功させたのは1903年あたりです。その核兵器はどこでどうやって作られて、さらにどうやって現地まで運んで炸裂させたのでしょうか。これについては人間ではなく、いわゆる宇宙人レプテリアンが絡んでいるとされます。イギリスを支配していたレプテリアンがこのタルタリア帝国に脅威を覚え、核兵器で潰したのだそうです。その結果、世界規模の大災害が起きます。その大災害、沼の洪水マッドフラッドについて、確かに都市伝説的な魅力を感じる部分ではあるのですが、大帝国もしくは世界を一旦滅ぼすほどの沼の洪水なのに、今は綺麗さっぱり痕跡が残っていないように感じるのが不思議ですね。遥か大昔ならまだしも、200年前ですからね、あまりにも綺麗すぎませんか。地図からタルタリア帝国を消したとして、その様式の建物をなぜ世界中で残したのでしょうか。フリーエネルギーの装置として使うのであれば、例えば赤レンガ倉庫なんて今は商業施設として使われており、とてもフリーエネルギーの機能を果たしているとは思えません。わざわざ地図や歴史から消し去った国の痕跡をどうして自分の国にそのようにして残すのでしょうか。確かに建物の周囲を囲む土を掘ったら、まだ下にも建物があったなどのエピソードは魅力的です。大災害後にいわゆるディープステートと呼ばれる存在が建物を掘り出して再利用したというのがマッドフラッド説を推す人たちの主張です。今回のお話で明らかに事実なのは、地球規模で数年間気温低下したタイミングがあったこと、シベリアにクレーター型の湖があること、日本をはじめ世界中にそれっぽい建物が残っていることです。このタルタリア帝国の話とマッドフラッドの話、なぜここまでホットな話題になったのでしょうか。急に出てきた都市伝説ですよね。最初タルタリアではなく断片的な情報ではありますが、海外では2016年からそういう話が流れ始めました。その後ロシア人がタルタリアと結びつけたそうですが、これはロシア人がロシアはすごいんだという話がしたいナショナリズムとして生まれたそうです。日本でも日本はすごいという都市伝説多いですよね。そして日本には2022年にこの都市伝説が入ってきたそうですが、なぜ世界中に広まったのでしょうか。ロシアから世界に広がるってコンテンツ、なかなかないと思うんですよね。私はここに少しある種の意図を感じました。マッドフラッド説、タルタリア帝国説、嘘っぽい話を流すことで本当のことを隠しているのです。つまり何かを隠したいとき、ほんの少し真実を混ぜた話を広めるのが有効という話です。この話で言うとどの部分かというと、フリーエネルギーなどの技術、巨人の2つかと思います。明らかに急に出てきた嘘っぽい都市伝説、タルタリア帝国やマッドフラッド、それはフリーエネルギーや巨人などを隠すために出したデマだということです。言い換えてみれば、都市伝説のような先進技術と宇宙人の存在なのかもしれません。私の考察では、ぶっ飛んだ都市伝説を話すロシア人を利用して、アメリカが洗脳、人間選別、分断のために流したデマなのではないかと考えます。実際先進的な技術や宇宙人は存在していますが、ロシア人がわけわからないことを言っていると思わせることで嘘っぽくなるように、アメリカがこの都市伝説を利用して世界中に広めたんですね。特に某アノン系の人が信じている感じがしますが、この都市伝説によって技術と宇宙人の存在を隠すとともに、騙されやすい人をあぶり出すのが意図です。というのが私の考察です。結構偏った意見かと思いますが、皆さんはどのように考えますか？ぜひコメント欄に書いていってください。そしてこういう考察をもっと聞きたいという方は、グッドボタンとチャンネル登録して魔族になっていってください。そして運営している都市伝説バーカムナの情報は概要欄、ツイッターからぜひチェックしていってください。それではご視聴ありがとうございました。